すごく会場の雰囲気がやっぱりアジアオリンピックなだけがあって、すごく、まあ、中国という国での開催でしたし、すごく雰囲気がいつもと違って、オリンピックに近い雰囲気だなっていう風な雰囲気だったので、団体戦もすごく普段の試合とまた違った雰囲気を感じましたし、またオリンピックに出たらこんな風になるんだろうなっていう風になんか思うような大会でした。今回は結構みんな接戦になることができて、自分が出た中ではかなり競った方の本当銀メダルだったと思うんですけど、やっぱ最後の 1,2 点だったり、競った場面での中国選手の強さをすごくまた実感したので、強さとあとは前よりは近づいてるんじゃないかなっていうのを両方実感しました。ダブルスは2回目でも中国選手だったので、少し、まあ、ランキングが、まあ、私があまりダブルス出てないこともあって少し早いなっていうふうに思ったんですけど、まあ、対戦して内容的には悪くなかったんですけど、やっぱりその中国選手に対しての、まあ、何かしら突破口であったりとか、こう戦術展開の速さっていうのに自分たちもこう同じようにこう考えるっていうか、ちょっと遅れてしまったりして、やっぱりダブルスも中国選手の強さを実感した試合でした。北朝鮮の選手と対戦して普段あまり出てこない選手なので、ユースオリンピックの時に1回対戦したことがあったみたいなんですけど、そこからもう4年5年も見てなかった選手なので、すごくやっぱり北朝鮮の選手っていうのはやっぱり過去のオリンピックとかを見ていても普段出てこないので、だからこそ怖い部分があって、まあ、今回はそのあまりこう対戦したことない選手にこうして負けてしまって、改めてこう北朝鮮の選手の強さとしっかりこう次当たったらもっと注意して対策して臨まないと本当に粘り強いなというふうに感じました。まあそうですね、プラスもっと稼ぎたかったといえば稼ぎたかったんですけど、でもプラス にはなったし、あとは、まあ、勝てば10ポイントだったっていうので、あまりこうなんだろう、思ったよりもこうポイントはそんなに勝っても変わらなかったので、それをポジティブに受け止めて、やっぱり選考会と全日本がすごく大事になってくると思うので、あと2大会最後までこう突っ張り知りたいなっていうふうに思います。